このチャンネルはお米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は夏バテまったりしている保護猫チュールをあげた結果はということでね、チュールを見せたらねすぐに来てくれましたよね。で立ち上がってね食べてくれておりますよ。もうね猫兄さんねこの立ち上がって食べてる姿大好きなんですよね。ですのでねいつもねこうおやつあげるときは高い位置であげておりますよ。どうかな、お立ち上がってくれましたよ。ちょっと上から撮影しているのでね分かりにくいかもしれないですけれどもね、この黒猫ちゃんがねエキゾチックショートヘアのね黒蜜ちゃんって言いますよ。個性的なねお顔がとっても可愛いですよね。結構長い時間立てられる子ですね。なかなかですね。続きましてね白い猫ちゃんなんですけれども、ソルト君って言いますよ。ねこのキャットタワーの中でくつろいでおるんですけれどもね、やっぱチュールは大好きですよね。それでです次はね茶色の小太郎くんって言うんですけれど、ちょっと顔が曲がっておりますかね。普段ねとっても可愛い子なんですけれども、チュールを舐めるとちょっとブサイクになるかもしれないですねこの子ね。いいな、いい表情するな本当に。さあもう一度ソルトくんにあげますよ。で今度はね身を乗り出してますね。やっぱチュール大好きだ。お黒蜜ちゃんがまた来てくれましたよ。どうかな、立ち上がってくれましたね。すごいなこの子の立ち上がり。あもうあ落ちちゃった、落ちた、あ床に落ちちゃった。それでも食べてくれました。この子最初に出た子なんですけれどもね、マシュマロボディのジャックさんですよね。やっぱね大きな体してるので大好きですよね食べるのが。もう一回あげようかな。かわいいな本当に。ジャックさんはね穏やかな子なんですよね。それではね2階に行ってみようかなと思いますよ。おこの子はねペルシャ猫のパビモくんって言いますよ。なかなかね食いしん坊な子ですね。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。キジトラのねタマちゃんにあげようと思ったらねパビモくんが来ちゃいましてね。うんちゃいちゃ可愛すぎますねこの子は。なかなかあげれないんですけれども、あらら2人同時に食べておりますけれども、これはこれでめちゃくちゃ可愛いですよね。ね本当に可愛いね。食べてるお顔もいいよねこの子は。ちょっとライオンカットをしておるんですけれどもね、またそれがね頭が大きくなって可愛くなりますよねまたね。いいね。キョロキョロしておりますけれども、お三毛猫のゆいちゃんが来てくれましたよ。この子はねスラッとしてねすごい可愛い顔してますよね美人さん。さあゆいちゃんにあげようかな。また立ち上がってくれましたよ。いいねゆいちゃんも可愛いよ。ちょっとお腹の方取りたいんですけれども、なかなか難しかったんでねお腹の方取るのは。また2匹同時舐めですよ。あーこれは可愛すぎるわね。えめちゃくちゃ癒されますよねこのね顔。あ今度は3匹にいたんですけれども、タマちゃんちょっと遠慮しちゃったなやっぱりね。ゆいちゃんグイグイ来すぎですよ本当に。とうとうねなくなってしまいましたね。ちょっと容器をあげておりますけれども、これはたまらんな、かわいすぎるぜ。ファミモくんがねなかなか食べれなかったようなんですけれどもね。たまちゃん食べてくれるかな。ふんふんに寄っておりますけれども、やっぱねこの子たちの勢いが強いですよねやっぱりね。たまちゃんすごい優しい性格してますからね。ファミモくんの食べてる顔がいいなやっぱり。あゆいちゃんどっか行っちゃう。この子は本当に可愛いよ。もうなくなったね。まだ欲しい。置いてみましたらどうするかな。やっぱ顔突っ込むか。もうまたね。あら撫でさせてはくれないんですね。たまちゃんはいっぱい撫でさせてくれる子ですよ。うん気持ちよさそうな顔、いいですね。顎を上げてね、うん、かわいいね。それではね遊んでみましょうかね。おおいきなり反応してくれてますよ。
で最初ねもう来た時はすごいみんなまったりしてたんですけれどもね、ちょっと夏バテ気味かなと思ったんですけれども、やっぱりチュールが嬉しかったのかな。もういきなりね加えておりますよ。あら猫散歩になってるけれども、返してくれないこの子は。あ、椅子の後ろに入ったけれども、あ、返してくれた、すぐにね。よかったよかった。もう一度遊びますよ。お、来てくれ。おお、いいじゃないですか、伸びておりますね。ジャンプ力こそはないんですけれどもね、結構激しく遊んでくれてますね。んー、かわいいかわいい。ハビモくんかわいいですよね。ちょいちょいして結構追いかけてくれてますね、本当にね。あれ、座布団に座布団に爪が引っかかっておりますね。バックステップをしておりますけれども、さあ外したいな。スタッフさんもね外そうとしておるんですけれども、ファミモくんがバックステップをしてね、なかなか、ね、手が出せない状況だったんですけど、そうだ外れましたね。あ、ですぐにまたジャンプしておりますけれども、なかなか面白いこと。あ、また取られちゃったかな。結構ねファビモくんね狩り上手ですよね。すぐに加えてどっか持ってっちゃうタイプですけれどもね、まあ、すぐには返してくれるんでねいいんですけれども。さあ返してくれました。あ、ゆいちゃんが来ましたよ。ゆいちゃんも遊びたかったんだね。結構この子は運動神経良さそうですよね。うん、いいじゃないですか。うん、見て、あ、ゆいちゃんも取っちゃったね。あ、加えてるぞ。この子も猫散歩しちゃう？どこ行くのかな？あら、椅子の下に隠れて。あ、でもすぐ返してくれたか。最後はね、たまちゃんを撫でて終わりたいと思います。たまちゃんはね、本当に撫でられるのが大好きな子でね、とっても穏やかな子なんでね、ぜひね、キャットスペースに行った時はね、撫でてほしいなと思います。皆様いかがだったでしょうか。やっぱ夏バテにはやっぱりシュールかなと思いますよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。